はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長予防大使ウィズパワーアップキット。信長誕生シナリオの小弓、足利家編、足利義昭でやっております。第14話ですね。ではね、始めていきましょう。まあ、三方寺、貞長さんっていうね、でこの武将の関係でね、一応とりあえず、ね、信秀はね、抑えてる、六角さんがね、抑えてるような状態ですね。で、二条のこっちは、このね、北条さんで押さえてるような感じになります。ではね、進めていこう。じゃあ、上の方ね、ちょっと東北の方ちょっと攻めていこうかなと思います。ちょっとうざったいんだよ、この辺はね。うん。あれを、なんていうの？自分らがね、あれしてたら、その方、あれを、ね、国境警部、飛び越えるやん。片付けない。なのでまあね、潰しに行こうかなというとこです。どうしようか。これが13000、あ、勝てるね、これ。倒しに行こうか。参るぞ。アゲアゲか。でもこれで当たるんだったらアゲアゲちょっときついな。6700で行くよりかは、9万。1万8000上げ。こっちの方がいいね。こっちもあれでしょ。我ら、王道を行かん。南部でしょ。こっち行こうか。じゃあ攻めとこう。敵が我が領内に向かっております。うわ。これはやっぱそうだね。飛び越えてきたね。12000。近場だけでいいね。近場だけでいいよ。これ近場だけで。こいつら怒ってるからな。あ、そう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 。交渉でさ、これ、あれ、ああ、従属させてるか。近場だけでいいね。何時だっけかだけ見よう。13日。いいじゃない。で、これで1万4000?1万5000ぐらい。このぐらいで。一回黙らせる。ただ、城の兵が少なくなると、もしかしたら、あれだね。こいつらも来ちゃうかもしれないね。この城。叩いておくぞ。そしたらこれどうだろう。ちょ、まあ戦場狭いんだよ。こいつも2100か。それは勝てねえな。勝てねえな。これ2100じゃんな。勝てねえな。じゃあここにちょっと待ってて。いざ、まだ戦争保有期間まだ2ヶ月か経ってないんで。準拳でポコポコ立てていこうか。そんなとこかな。ちょっと、ここが気になる。こっちが気になっちゃうね。朝倉家が気になるね。本願寺がいなきゃ、そこに本願寺がいなきゃね、あれですよ。朝倉家なんかすぐに潰すんですよ。ここに本願寺がいるから、大使は、潰せないんですよ。容赦せぬぞ。出てき、ああ、いいね。勝ちを重ねて天下を目指す。まあいいんじゃないのかな、これ。まあこれもここら辺ちょっと待たしておこうか。手を打とう。これに置いて待たせて。進め。あ、出てきたこいつ。クヤにも動かないぞ。この城、もらい受ける。参る。小武さん、どんどん行こうか。出陣するぞ。これは、出てきたね。待機せよ。朝はかなり。行くよ。うちらの勇気だ。上。
これあれか、ゼロになってたから、あれか、向こうの土地になってたわ、これ。うん。これあれだ。口惜しきことよ。奪われたっていうのは、これあれだ。これ、多分、今のこの戦争、うん、戦闘は、南部が有利になってたってことね、多分。じゃあちょっと様子見ようか、これ。敵が我が領内に向かっております。1400。行くとしましょう。これがあと3日。で、これが36。ああ、大丈夫、大丈夫。南部さん、これが。強行72、いいね。はい、来て。これは移動してくんないと、南部が。はあ？あ、来るよね。総敵さん来るね、いいね。ゆりがまさん、ありがとうございます。乱世の終わり、この目で見たい。で、そのままこっち行こうか。ここでいいかな？守り上げ上げ、こっちも上げ上げ。ここで当たるより絶対上げ上げのこっち当たった方がいいもんね。進め。なんか兵を募り始めたね、また。信秀一歩も動かないね。じゃあ進めてこう。待機せよ。彼を知り己を知れば逆転して危うからず。で、これがこっから行こうか。力の近いよ。14日。で、武将多分入れないんで、今こっち戦争とかしてるんで。大丈夫。で、山形城、山形は、3人で武将が1人しかいないんで、大丈夫だね、取れるね。うん。こんな感じでいいかな。3800で来てるけど問題ないね。で、2800でこれを落としたら、こっちにそのまま行っちゃえば。何でも総合もそんな強くもないかな、そうなると。うん。あー、おたきに下ったか。ちょっと、伊達さん、強い伊達さんも下っちゃったか。報告いたします。ご命令。3500。これはもうこっちへざるついたから、こっちこう行ってみようか。皆の者、我に続け。2400で来る。じゃあ行くぞ。こっち行こうか。皆の者、我に続け。うん。で、商業進めて。かしこまりました。取引を行いましょう。ダメだったね。歩兵だね。多分、やってないよね、この辺ね。かしこまった。問題ない。問題ない。こう歩兵して。強めでいいか。7800、ちょっと強めで。5200。ここを強めで入れて。ああ、そうだそうだ。
これあれしたかったんだ。準現状立てなかったんだ。忘れてた。これを売るってさ、ちょっとしか、ちょっと売りたくてさ、4000のプレだよね。ありがとうございました。それは売らないって作らないとね、撤去。大丈夫、この辺から作ればいい。準現状。承知いたしました。承知いたしました。で、一番遅い子でも28日。うん。28日だね。一番遅い子でも28日。うん。で、兵糧があと何日も30日持つよね、多分。こんだけあれば30持つはずなんだけど、張り付いてる部隊が、これか。58日持つね。うん、6末始末までは持つとこだね。うん。そんなんでちょっと行こうか。戦火。乱世の終わり、この目で見たいもの。しょうがない。回数を開始して。で、大丈夫そうだね。あー、なんかあれだね。小田家がなんか出てきたね。だけど、ゼロにはしてないね。うん。まあ、ビビってるからね。まあ、進めていこう。これ取れるね。他愛のないもの。はい、取り返したね。入場しとこう。苦労して取ったね。ところをね、あれだよね。南部さんはね、すぐ取り返されちゃってね。かわいそうだね。これは大丈夫。これちょっとこれだけ残しとこうか。記憶をやってるんでね。これぞ我が部、我が力よ。お仕事されたよ。うん。これさ、本当にさ、キューってさ、このぐらいまで戻され、このぐらいだと4分の1ぐらい戻されたりとかしてさ、すごい時間かかったりとかするんだよね。うん。なので一部隊だけね、残すっていう。記憶とかね、攻撃やってる時にはね。それも方法かなと。多分外輪とかだと関係ないんだよ。もうさ、中に入ってる状態、こういうような状態とかだとね、またなんかこっちの方にある程度なんか押し戻されて、またやり直しかってなったりするんだよね、うん。じゃあ進めていこう。まさきが六角形かかった。みな、見事な戦であったな。報告いたす。表情を始める。善意の力とか欲しいけど、とりあえず、軍事論議、対面はいい、軍事論議。70、51、50。これにて表情を終えるぞ。え、野戦築城。ええー、農業が足りなかった。築城。全員の力を取っときます。ゲチを。かしこまった。で、歩兵だね。取り返したからね、ここね。やめてくれよ。5000まで上げるの、すげえ時間かかるんだから。こんなの入れないでくれよ。まあ、入れてはいないと思うんだけどね。これも増やせないね。問題ない。こっちは取れてないからね。あれだよね。交渉でもうこっちは従属してくれたんだよね。うん。で、細川家は従属してくれてないね、まだね。早く戦争が終わって、ホルモンが上がってくれれば、添付命令で、旗の家を、どっか適当な場所に移して、従属だね。うん。めんどくさいから旗の家ここら辺に移してさ、4つでしょ。1、2、3、4だ。この辺に移してさ、
ご覧と戦わせるのが一番いいんだけどね。ちょっと沼田がなんか、あれだよ、元気ねえぞ。どう考えたって落とせんのにな、ここ。ここを一覧押さえてあげればよかったのかな。どうなんだろう。やっぱ沼田もビビってんのかもしれない。あ、出来上がったね、準拳じゃね。これこっち有利戦えるんだよ。行くとするか。戦えるの出来上がったね、じゃあですね。いざ、参ろうか。うん。じゃあそんなとこかな。じゃあ、取引を行いましょう。あ、闇取引やってないね。皆の者、我に続け。取引を行いましょう。で、兵糧どう？何日持つ？あと85日。あ、交渉ついてんぞ。兵糧の方がいいや。じゃあ、こんなんで進めていきまーす。これ、ユリオンさんありがとうございます。わしを脅かす者はおらんのか？守らざるところを攻めるが、城攻めの極意。どう落としたんだ？ああ、ここ落としたんだね。そしたらもう、じゃあ、そのまま、いざ、行こうか。参るぞ！出陣する！うん。良さそうだね。うん。じゃあ、進めとこうか。この城、いただいておくぞ。よし。アシナ落としたね。アシナね、佐々木さんとか盗まれたんだよね、確かね。で、ノブトラとかもね、盗まれた。帰ってきたね、うん。やっと、ノブトラ、帰り。じゃあこれ返そうか。あとここぐらい？モガミぐらいだね、うん。ただあれだね、モガミもちゃんと攻め切らないと、あれだね、南部に食われて終わっちゃいそうだね。うん。64、曲64。あ、攻撃122か。これは取れねえぞ。あ、ほとかくおんじゃん。この城、もらい受ける。どこだ？2箇所ぐらい落としたんじゃない？多分。落とした。とりあえず、こっち行こうか。進むぞ！うん、これでこっちも、こっちにサーチして、横移動してくるはずです。で、これが1箇所。あ、落としたな、一箇所かな、そしたら。うん。考えてみろ、こっちあれだもんね。うん。三宝寺、定長。やっぱ押さえてくれてるね。いいね、いいね。うん。じゃあ、こんなんで、じゃあ、一個進めとこう。我らの勝ちよ！勝ち時をあげよ！はい、ということでね、死なけ落としました。じゃあ、行くぞ！あとはここで、進め！にらめっこしましょう。にらめっこ。で、どっちみち、長岡、落としてもここまでしか落とせないんだよね。それ以上落としちゃうと、隣接しちゃうから。うん。ね。うん。ああ、ここに兵いっぱい入れたれば、これ、置いて、潰させるっていう方法もあるね。うん。まあちょっと考えよう。どっちみち、あれは、畑野さんは、移動させなきゃならないんで。報告いたす。
ゲチオ。で、添付メール今戦争中だから使えないでしょ。うん、承知。で、取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまりました。取り計らいます。歩兵だね。はかまさん、こっちも東軍持ってきちゃうと負けちゃうからね。じゃあこんなとこかな。で、あと1ヶ月兵糧を持てばいいんで、良さそうだね。はい。ということでね、14話ね、この辺で終了していきたいなと思います。はい。今回も三歩地さだなさん頑張ってくれています。ご視聴いただきありがとうございました。